うずつ。どうも、シャレ神戸万博です。小玉です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。先生、400字以内で自由な形式で書かれたインスタントフィクションの世界を今回も早速、はい、覗いていきましょう。お願いします。今回も面白い作品が届いております。はい。サンタ騒動。サンタ騒動。サンタはいません。皆さんのプレゼントは保護者が用意したものです。桜小学校1年3組担任の葵は教卓を叩き叫んだ。事の発端は県がクラスのみんなにサンタからのプレゼントを聞いて回ったことから始まった、はい、A 君はゲーム、 B ちゃんはお人形、全員分を記録して、県は親の収入が高そうな子ほどお願いした通りのものをもらっていたという関係性を発見した。翌日クラスがその話題で持ちきりになった。貧乏な子には欲しいものをあげずにお金持ちにばっか配ってる、サンタ最低。葵はクラスを収めようと幻想をぶち壊す説教を口走り、ケンをにらみつけた。ケンはプレゼントの欄が空白だった隣の子の手を机の下でそっと握った。君は悪い子なんかじゃない、というね。いやね、読みやすくてね、馴染みのある文体で書かれてますが、はい、こういろんな読み方ができそうな、面白いですね、これ。じゃあ読んでいきましょうか。はい、お願いします。これはインパクトありますよね。引き込まれますね、この始まりは。サンタはいませんと、うん、皆さんのプレゼントは保護者が用意したものですと、はい、桜小学校1年3組の谷の葵が教卓を叩き叫んだって、これ何があったんだと、はい、いや、いいですね。惹かれますよね。そうですね、いいつかみ、うん、やっぱそもそも、子供が親からよく言われるのが、いい子にしてないとサンタさんからプレゼントもらえないよっていうふうに言われました。言われてますよね。はいはいはい、言われますから、まあ、みんなはそう思ってると、うん、でもクラス内でプレゼントに差があると、うん、要はお金持ちの家の子は、まあ、ケン君が調べたところ望んだものがもらえてるけど、うん、そうでもない場合はちょっと頼んだものとよりちょっと劣るものが届いてるみたいな、そうなんですね、ことをまあ、ケン君がね、はい、明らかにしてしまうわけですよね。そうですね。すごくないですか、ケン君。ケン君ね、めちゃくちゃなことはしてますよね。してますけど、うん、まあでも信じてますから、本当にサンタがいるってことは、ね、まあ、聞いて回るまではいいんですけど、うん、関係性を発見したっていうね、うん、それはまあ持ち気になりますよね、うん、クラスがもう、すごい騒ぎになったと、うん、もうサンタ最低とか言う人まで、まあ、確かにこの記録を見ちゃうとそうなるかもしれませんね。さすがにこうなってしまった青井先生としては、もう何してくれてんねんとでもこれ青井先生もなかなかですよ。なかなかですね。こんなことなったからって剣をにらみつけてね、お前のせいやぞと言わんばかりに、にらみつけて、うん、サンタはいません、皆さんのプレゼントは保護者が用意したものですって言ってしまうっていうね、まあ、お金持ちじゃないこのためにというか、まあ、途中飛ばしすぎてるよね、葵先生。まあね、テンパってありますね。でも後半がいいんですよ。はい。ケンはプレゼントの欄が空白だった隣の子の手を机の下でそっと握った。君は悪い子なんかじゃない。まあクリスマスの次の日って学校とか行ったらみんな何もらったって話はするじゃないですか。はいはいはい、まあ、ケン君みたいに一人ずつ細かくは聞いていかないけど、そうですね、何もらった、俺何々もらったとか持ってきてるやつがいたり、はい、あ、その中でケン君の隣の子はなんかおとなしくしてたんやと思うんです。そうか、で、はい、聞かれてもなんかもごもごしてて、あ、もらわれへんかったんや、はい、でこのケン君の隣の子はもしかしたら、え、みんなもらえてる、私もらえてない、あ、私悪い子なんやって思ってしまってる。なるほど。でケン君は多分机の下でそっと手を握ってるわけですから、はい、隣の子のことを好きなんですよ。そうですね。自分の好きな女の子が悪い子のはずがないんですよ、うん、ずっと見てていい子だなと思って好きなわけですから、うん、はあはあ、この子がサンタからプレゼントをもらえないはずがない、うん、なぜなんだで、僕はこれが発端でみんなにプレゼントを聞いて回ったんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。この子のために、この子のために。でケン君は純粋やからみんなに聞いて、うん、ね、ただ君悪い子じゃないよっていうことは証明したんですけど、君は悪い子なんじゃなくて貧乏なんだよっていうことを証明したんですよねうわー、そうですね、うん、しかもこれがみんなに知られてしまう。確かに。この隣の子は
まあだから2回傷ついたね。そうですね。でおまけに青井先生がサンタいませんって言っちゃってますからめちゃくちゃですね、もう、うん、これいろんな読み方ができるんですけど、うん、ケン君はね、うん、あのね、なんていうんかな、僕これね、親がね、検事か弁護士やと思うんですよね。何言ってんだよ先生。クリスマスにね、どういうこと、手帳と万年筆を親からプレゼントされて、はい、で日常で気になったこと書き留めなさいここにって言われて、はい、それを使って一番最初にやったことが多分全員分のプレゼントを記録してねあ、そういうあれがあったんですね、バックボーンというか、うん、聞き込みとこうちゃんとこう証言を集めていって立証するっていうねことをしたんちゃうかなって思うんですよね。なるほどね、うん、ありえそうだな。なるほど。だからそこまでこう必要にこう明らかにしようとしてね、うん、したんじゃないかなって。一方ね、一方じゃねえよ、僕これね、そのこの隣の子、はい、やっぱこの子が気になるんですよ僕は。気になる、はい、うん、隣の子ね、うんうんうん、例えば29歳になったこのケン君の隣に座ってた女の子がね、年末にこう一人でバーに行くんですよ。で今まで別れてきた3人の男のことを思い浮かべて、でクリスマスの前に彼氏がいないっていうことで一人でバーで飲みながらこの話をね、いやそういえば小学校の頃ね、1年生の頃ねっつってマスターにこの話をするんですよ。でもしかしたらあのクリスマス私が一番素敵なプレゼントをもらえたのかもみたいなことをマスターに言ってるんですよね、うん、先生書いてないですよそんなこと。これはまた深読みじゃなくなってきてます。それ隣の子が先生止まんなくなりますよ、もらったのかもねみたいなことを言ったらマスターにすいませんラストオーダーですって言われて早く帰ってくださいみたいな感じ出されてあごめんなさいごめんなさいごめんなさいみたいな。でもそれはなんでそんなこと言うかというと、うん、まあ、大人になって、うん、なんていうんかな、こう小器用でね、優しくしてくれる人はいるけど、うまくいい店連れてくれたり優しくしてくれる人はいるけど、うん、不器用やったけど、あんなケン君みたいな、うん、あんななんか無邪気に私を傷つけながらも何とかしようとしてくれた人はいなかったなって、もしかしたらああいう人こそが今の私にいたらいいのになっていうふうに29歳になった時に気づくわけですよ、うん、止まんないです ね先生。ただ葵ですよ、葵先生ですね。この時葵が私のまあ仮説ですけどね29歳なんですよ。また29歳。はい、だからちょうどこの隣の子がバーでこの事件を、うん、サンタ騒動を振り返ってる年齢、うん、あそういえばあの時の青井先生って今の私と同じ年齢やったんや、はい、ね、隣の子が思うわけですか。思うんですよ、はい、そしたらこの最初のサンタいません、ね、皆さんのプレゼントは保護者が用意したものですっていう発言の意味が、うん、隣の子には分かってくるんですよ。この子は分かるんですつまり、ね、はい、青井先生はクリスマス前に彼氏と別れてます彼氏と別れて、はい、もらえるはずだったプレゼントをもらえていません。でストレス溜まってます私のこれからの人生どうなるんやろうっていう不安を抱えながら、でも子供たちにそんな私の日常とか私生活は関係ないからしっかり向き合おうと思って言ってんのに、ケンっていう全てを事実を明らかにねしようとする正義感ある純粋なやつがね、こういうことをやり始めたせいでね、うん、もう一回食らわされるんですよあ、だからそんないろいろあって子供たちの前であんなことを言ってしまったってことですか。強く言ってしまったんでしょうね。はあ。隣の子は1年生のクリスマスはすごく嫌な記憶になってしまったけど、今自分があの時の先生と同じくらいの年齢になると、はい、あ先生は先生でいろいろ思うことあったんやろうなっていうふうに気づく、いろいろ理解できてくると、うん、まあ、ケン君の優しさもあったんや、たとむちゃくちゃなだけじゃなかったよな、はい、あの子の純粋な何とかしようとはしてくれた、はあ、まあ、そういうことを想像させてくれる、ちゃんと、まあ、でもカチッときますねそういうの、うん、踏み台があるんですよ。踏み台がサンタいませんってなんで葵先生は言ったのかとか、なんでケン君はここまでね強く言ったのか、でなんで隣の子のこの時の気持ちは書かれていないのか、はいはいはい、それはこの時には感じなかったものを後から振り返った時にどう思うかっていうね。確かに、
うん、そういうことが示唆されてるんじゃないかなと私は思いました。いや面白いですね。なるほど、うん、先生あれですか、ちなみにこの子供の時はやっぱサンタさんを信じてたと思うんですけど、はい、もちろんもちろん、はい、どんな願い事をしたんですか。そうですね、サンタさんに願い事を紙に書きなさいみたいなこと言われませんでしたか、ね、なんか欲しいものとかね、うん、はいはいはい、あそこにね、あのもっといいお父さんともっといいお母さんって、やめてください怖い怖い、やめてください、そんな話は聞きたくない、うん、本当に。そしたらもちろんプレゼントは何も置かれてなかったんですけど。そうですよ、ショックですよ、やめてください。両親がちょっと冷たくなりましたねありますよ、びっくりするもん、そんな書かれてた子供に、うん。高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お父さんとお母さんがもっと幸せになって、幸せな日常を送ってほしいっていう意味を書いたんですが、言葉がまずかったんですね、うん、ちょっと足んないですね。もっといいお父さん、もっといいお母さんって書いたんで、うん、そっからです、私がちゃんと国語を使い、言葉をちゃんと使いたいそれが原因なんですね、はい、あ、それでこんな能力がついたんですか本当は両親に愛情を伝えたかったのに、言葉が間違ったら両親を傷つけることになってしまうんだそうですね。じゃあもう一回ちゃんと言葉を知った上で両親に愛情を伝えたいっていうところが私のやっぱ国語を始めるきっかけだったんですね。よかった、じゃあよかったです、はい。